一番綺麗な空を飛ぼうよ、確かな未来へ久しいな、クロノ。何十年ぶりだ。あ、声、クロノ、あの鳥が喋ってるの？鳥じゃない。え？奴はハイオン。奴も悪魔だ。他人行儀な言い方だな。俺たちは仲間。同じトガ人同士じゃないか。僕はもう、お前たちとは行かない。ホーンを返すと言ってもか？そろそろ次の段階に進みたいんだがな。俺たちの夢忘れたわけじゃないだろう。お嬢さん、よくぞクロノを目覚めさせてくれた。褒美に教えてやるよ。ホーンは俺たち悪魔の力の源、アストラル吸収機関だ。もっとも俺が追ってやったがね。おかげでこいつは力もろくに使えない落語者になり下がったわけだ。来いよ、クロノ。一緒に来れば本は返してやる。昔のことは忘れてまた楽しくやろうぜ。パンデモニウムで1億の同族を手にかけた時のあの美しいお前にもう一度会いたいものだな。嫌だ。大空からは見えなかった。ささやかなものを見つけたんだ。お前に従えば今ここにいる僕の全てが無駄になる。ではあの本はどうしたものかな。お前にやるよ。そう言うと思ったよ。実はな、もう他のやつにくれちまってな。お嬢さん、君の弟は素晴らしいよ。不公平とは思わないか。ここだ。お前のおかげで病気が治って元気に走り回れる奴がいるのに、お前はいつ来るかわからない発作に怯え一生を送る。力が欲しくはないか。あ
ならば受け取れ。一億の同族を葬った悪魔のホーンだ。ヨシアに何をしたの？アイオン、まさか。お前の友達は面白いな。とても強いファクトを持っている。大きな戦力になりそうだ。答えてよ、ヨシアに何をしたの？その目で確かめてみろ。待って、急ごう。実に面白い兄弟だ。あんた何を仕組んでる？何これ？これが僕の本来の姿だ。今までの姿はアストラルの消耗を抑えるためなんだ。急ぐぞ、ヨシュアが危ない。ヨシュア、どうかしたの？ヨシュア、開けなさい。ヨシュア、ヨシュア、どうしたんだよ。返事しろよ。ヨシュア。いつも空ばかり見てた。下を向くとそこはとても眩しくて、だから上を向いていた。すぐに良くなる。みんなは優しい。だけど背中越しの感情は疲れていたのを僕は知っている。それが辛かった。僕は強くなれるかな。出発は1週間後だ。それまでにゆっくり養生しておくといい。行けば僕は強くなれるかな。楽観的には言えないな。時間がかかるよ。長い訓練が必要だ。僕は強くなれるかな。力が欲しくはないか。お前は選ばれたものなんだよ。おい、ヨシュア、どうしちまったんだよ。返事しろよ。なあ、こいつ気持ち悪い。何なんだよこの角。どんな病気だよ。ビリー、ひどいよビリー。俺だって好きでこんな発作起こすわけじゃないのに。なのに、なのに。なんでそんな目で見るんだよビリー。なんだあいつ。化け物、化け物だ。助けてくれ誰か。やめろ、あいつを止めろ。止めてくれ、止めてくれ。あいつが消えた。そうか、止めてしまえばいいんだ。簡単なことじゃないか。
待て、ロゼット。たったこれだけ力を使っただけで。どうしたの？行くな！俺が止めたんだ。みんなノイズがひどいんだよ。だから止まってもらったんだ。そしたらやっとスッキリしたよ。でもね、体はすごく調子がいいんだ。みんなを止めると力が湧いてくるみたいだ。多分何言ってるの？すごく強くなったんじゃないかな。何言ってるのよ、ヨシュア。ロゼット、もういいんだよ。医者になんかならなくていいんだ。待てよ、変だよ、こんなの、こんなの、こんなのヨシアじゃないよ。俺今何言ってた？ヨシア。やめろ、止めてくれ、このノイズを止めてくれ。逃げろ、ロゼット。俺、お前も止めちゃうよ。クロノ、どうなってるの？みんな、人も草も木も固まっていくよ。時間凍結、一種の結界だ。このまま暴走が続くと、ヨシアだって無事ではいられない。アストラル不足で治癒さえもままならない。悪魔にとってアストラルの枯渇は死を意味する。ねえ、どうすればいいの？ホーンもなく契約者もいない今の僕には何の力もない。契約者？ねえ、その人がいれば助けられるの？それは教えて！ねえ、お願いだから教えて！契約とは、本来悪魔使いが召喚に応じた悪魔に施す呪法で、
人間から直接あるものを供給されることにより、一時的にホーンを媒体とせずに能力を使用できる。代償となるのは命としての時間、つまり魂の寿命だ。他の方法を考えよう。まだ間に合う。でも一生苦しむことになる。しかも他人の何分の一の短い人生で。そんな生き方本当にいいのか。私前に言ったんだ、私がヨシアを守るんだからって。でも何でも分かってるつもりだったけど、本当は違ったみたい。医者になんかならなくていいんだよ。同情されるの嫌だったんだね。このまま終わるなんて嫌だよね。だから言ってあげなきゃ。探検家になるんでしょって。一緒に誰も行ったことのない場所に行って、そしてあんたはその記録を本に書くんでしょって。ヨシアのためなのよクロノ。どうしてもあの子を助けたいの。だからだからお願い、私たちの夢あんたも一緒に行こうよ。三人で一緒に行こうよ。分かった。僕は君と契約する、ロゼット・クリストファー。これは僕と君との契約の証、命の時を刻む時計だ。私の時間は動き続けている。あのあとレミントン牧師が来なかったら私たちどうなってたかしらね。結局ヨシアを探すこともできず、とっくに寿命は尽きていたかもね。それでも僕たちに残された時間は少ない。僕は今でもこれで良かったのかと思う時が。これで良かったのよ、ロゼット。迷っていたって何も変わらない。ヨシュアとみんなの時間を取り戻せるなら私は。ダメです。もっと自分を大事にして、ロゼット。頑張りすぎないで、私たちがいるから。様子は？今日は落ち着いています。そうか。頼まれてたコーヒー豆、ついでの買い出しを俺に頼むな。恐れ入ります。おかげさまでヨシア様のおそばにずっといられますので。ヨシア。いやあ、はよう。アポスルズ、また一人テキサスで見つけた。今ジェナイが確保に向かっている。あと何人？一人だ。お前の姉貴が連れている博愛のアポスルズ。ま、ゆっくりやるさ。姉さんならここにいるよ。ん？何かあればすぐに知らせろ。はい。もう行っちゃうの？人間が休ませてくれなくてな。
行ってらっしゃい。ああ姉さん。はい。ねえ、いつ行く？アストラルラインを見に行く約束だったよね。はっきり言っておく。世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたことも信念と語り伝えられるだろう。なあ、マグダラのマリアよ。迅速に、被害は最小限に。分かってますね。マグダラは相変わらずヘッポコな活動しかできないのね。出たー、5万宝石女。残念だけど今回はあなたたちの出る幕はなくてよ。ロゼット、我が修道会の威信がかかっています。失敗は許しません。次回、ケダモノ、メニモノ。